元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン山口敬二がおよそ1年ぶりに日本のリングに登場。去年9月の WBC 世界スーパーフライ級王座決定戦失敗の後は日本から韓国に移りハードな修行を積んできた。そして今年8月に選手再生の名人として知られる木村獅童氏に見出され新日本木村ジムに移籍した。うまさと速さでチャンピオンになった選手で、それはやっぱり出たしたことになるので、対戦相手となる関ひろゆきジムの有永雅之はデビュー2年足らずの新進気鋭。11戦して10勝 6KO とパンチ力には定評がある。訪れた潜在中のチャンスをものにする構えだ。今まではやっぱりお客さんに受けなくても自分が勝ってればいいやと思ったけど、それではねダメだし、まあ、タイトルも取れんでしょうからね。まあ自分の足りなかった攻撃面を強化していけばなんとかなる。たら情けないですよ。だから何としてもまあ相川君には悪いけど、当たり前のようにやって当たり前のように勝ちました。4年前には世界チャンピオンでした。 WBA 世界ジュニアフライ級のチャンピオンベルトを巻いていました山口敬二。それから4年、2度の世界挑戦がありましたが、ベルトを奪い返すことはできませんでした。まあ、このところちょっと腐っているところもあったそうなんですが、5月に子供が生まれたということで心機一転もう一度頑張ると韓国での激しいトレーニングを積んでまいりました元世界チャンピオンの山口です。第2ラウンドが始まりました。今回は福岡のホープ有永を迎えての日本バンタム級の10回戦です。まあ、あの山口ですけども、はい、この2枠ですね、無駄な動きはなくなったんですけども、そのガードの甘さがねちょっと目立ちますよね、はい、あ、そうですか、まあ、ですからその有永も十分ですね、いわゆるその勝つチャンスあると思いますから。あ、そうですか、思い切りその勝つんですね、右を狙いました。勝ち負けしないですね、ボクシングですね、はい、そういうことですね。そうですね。そして有永もですね、元世界チャンピオンと相対しているんですが、臆するところは全くないように見えるんですが、どうでしょうか。ですからその、はい、右腹決まってるじゃないですか、負けてもともとっていうものありますから、はい、いいですよ。今山口が一瞬ロープに詰まって左右のフックをもらいました。有永ここまで KO 率は6割です。左のボディ、そして右のストレートを持っていきました。山口のそのガードの甘さちょっと気になりますよね、はい、そこをうまくですね、有永が打ってますもんね、第2ラウンド先にペースをつかみ始めたのは日本フライ級10位の有永の方です。右のボディ、その後の左のフックは空を切りました。山口がダッキングでよけています。髪の毛をオレンジにしました。昨日の前日計量では金髪だったんですが、今のもまた右のフックを当てています。まあいいですね、はい、結果を恐れずですね、やはりそのどん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 そのね、はい、打ち負けないそのボクシングですね、はい、山口そのボクシングを徹するということですね、有永ですよ、有永は、まあ、何かこの元世界チャンピオンもですね、今日はまあ相手はさすがにまだプロキャリア11戦なんで、当然のごとく戦って当然のごとく勝ちたいとそう話していたんですが、予想以上の突進にちょっと目くらっているという感じなんですか。まあ、そうですね、山口としてはですね、もしくはその上下に、ね、はい、あの動いてですね、いやその左かその右ですね、右フックなり、はい、左ストレート有効なパンチをもう少し手を出さないといけないですね、はい、ここまで手数でも有効打でもようやく日本フライ級の順位に入ったばかりの有永が押しています。意外な展開になりました。この先ベースを掴んだのは有永です。右ストレートですけど、はい、ね、意外とそのパンチがあるんですよね、まあ、もともと右利きということで前回の戦いでも右のジャブで TKO 勝ちを飾っています。また右です。今のはブロックの上からでしたが、強烈に打ち込んでいきました。逆に危ないですね、有永が危ないですよ。前に出ました。ロープに詰まったのが元世界チャンピオンの山口です。山口、まあ、ここ4年間は戦績で言いますとちょっと低迷していますが、なんといっても元世界チャンピオン、その世界チャンピオンに対しまして有永が左を伸ばしていきました。左のストレート、まあ、なんといっても有永はまだボクシングを始めて3年足らず、プロデビューも2年足らずという、ここまではセンスだけでやってきたようなそんな有永なんですが、第2ラウンド世界チャンピオンを押しています。まだ左を伸ばしていきました。右が空を切ったところで第2ラウンド終了。有永がペースをつかみ始めています。青コーナー山口選手に激励賞で、日の出の勢い、現在4試合連続 KO 勝ちの福岡の超新星有永、世界チャンピオンと相対しています元世界チャンピオンの山口に対しまして第2ラウンドペースをつかみ始めました。
右のアッパー、そして左のストレート強烈。一瞬山口のこの体をのけぞらせました。左、この打ち方どうですか。いいですよね、はい、打ち負けいないですからね。そうですね、体重が乗っていました。まあ、このボクシングでね、どんどん行ってもらいたいですよね、はい、第3ラウンドが始まっています。元世界チャンピオンの山口、こちらは再び世界の戦いを踏もうと剣道将来を狙う戦いです。対する有永、こちらは本人も負けてもともと怖いものはありませんとそう話していました。ここまではその怖いもの知らずが山口の経験を押し込んでいます。左、大きな左は空を送りました。しかし積極的です。まあ、今ね3ラウンド目入りましたですけども、はい、もしかその山口ですけども、はい、もしかそのね、その相手と正面からその打ち合うボクシーしないと苦しいですよね、はい、だからその戦い方でその勝とうとすると危ないですよ、はい、左、山口の顎を捉えました。有永の左のストレート、あ、今のもうまくカウンター気味に右のジャブを合わせました。有永です。右のジャブをついていきます。前回の戦いでようやく日本ランク入りしたばかりという有永です。前回の戦いでは敵地広島に赴いて初めての10回戦初めて日本ランカーと戦いましたが、右のジャブを終始ついて9ラウンド KO 勝ちを飾っています。まあ、あの右利きの そのボクサーを左に変えたんですから、はい、当然そのリードブローの右のパンチありますからね、それをうまくですね、使ってますよね。ここまで10勝1敗という戦績ですが、その1敗は全日本の新人王の決勝戦でした。その時には右の拳を痛めていたということで左手1本で戦いまして僅差の判定負け。しかしそれ以降4ラウンド連続ノックアウト勝ちを飾っています。髪の毛をまあ金髪というよりもオレンジに染めました有永です。元世界チャンピオンに対して全く臆することがありません。山口がまだペースをちょっとつかめませんね。ただその山口はですね、はい、一発パンチはないんですから、はい、もしくはその数ですね、はい、打ち負けしないその数を打たないといけないですね、だん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 その相手にプレッシャーかけていますからね、はい、今後も先にパンチを出したのは山口なんですが、有永の方がパンチの数でも上回っています。あ、ここでようやく山口のリズムが上がってきたんでしょうか。ダッキングを使うようになりました。残り45秒第3ラウンド、ちょっと鼻血を出しています山口です。有永、また飛び込んで右のジャブを持っていきました。有永、まのその右ストレートですね、はい、このパンチでその鼻血出したと思いますね、はい、まあ、右のジャブというよりもストレートに近いような感じですかね。まあ、いいですね、はい、世界チャンピオンの山口の方が、元世界チャンピオンの山口が先に鼻血を出しました。第3ラウンド残り時間が間もなく20秒、この第3ラウンドもペースを掴んでいるのは有永です。流れを掴んでいます。そうなんですね、はい、有永の方がですね、相手にそのプレッシャーかけていますよね、はい、ただしかしパンチはまだクリーンヒットはありませんが、山口もようやく、まあ、右のね、ジャブが、ね、右のジャンプが出てきましたかね、出てきたんですけども、はい、しかしこの右の腹を送りました。ただその、パンチが単発なんですよね、これじゃそのポイントにつながらないですよね、はい、第3ラウンド一発山口はボディを返したところで終了しました。再び世界で戦いたい、その思いから韓国で本格的なトレーニングを積んでいます。松さん、あの、はい、あの落馬シンを育て上げたキムトレーナーにですね、相当しごかれて、そしてこの日本に戻ってきたようなんですが、はい、序盤3ラウンドの動きはどうですか。まあ、そうですね、僕自体はいいんですけども、はい、いかんせその手と足全体的にそのバランスが良くないわけですよ、うん、しかしその手数ですね、はい、どうしてもそのパンチ3発欲しいところ、ジャブだけで終わってますから、はい、そしてその左ストレートからその右フック返すような、その工夫のボクシングですね、はい、してもらいたいですよね。今右をボディに持っていきました世界チャンピオンの山口です。両者今日は黒いトランクということになりましたが、今右のフックを出していったのが元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの山口圭司です。もともとですねジュニアフライ級ということで、ジュニアフライ級で170センチ角ですか、長身懐の深さを生かしたヒット&ウェイで世界の頂点を極めた山口です。まあ、この3階級上げてそのあたりのバランスがどうかということになるんですけどもね、さん、まあ、あの基本的にそのバランスとか、はい、そのボクシングは変わらないんですけどもね、まあ、あの172センチあるということで、はい、まあ、バンタムでもね、大きいぐらいですよね。そうですね、はい、ですからやはり山口の方は有永の突進を止めてヒット&アイということに作戦的には持っていきたいところですか、どうでしょうか。ただですね、有永その前どん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 ってその出てきますから、はい、いやその右に角度を変えてですね、うん、いやその右ジャブか左ストレート、はい、右フックですね、はい、3発の、そのパンチを欲しいですよね、ジャブだけで終わっちゃってますから、はい、右を持っていきました。しかし単発です山口です。元世界チャンピオンの山口、
今回ついていますキムトレーナーも昔に比べてやはりパンチが単発で終わっていると、まとめてパンチを出す練習はやってきたとそう話していましたが、まあ、いいだ、あとは実戦ですよね、それがなかなか出ないんですよね、はい、うん、ただこの山口もここ4試合は敵地韓国で韓国の選手と戦いました。山さん、やはりコリアンファイターと4試合やったというところで精神的にも肉体的にもやはりタフにはなってるんでしょうね、まあ、なってるんですけどね、はい、ただそのまあ、有永と戦ってですね、一つその相手がですねどんどんその前に出てくるプレッシャーかかってるその中で戦ってるんで、逆にそのプレッシャーをね、はい、跳ね抜かすだけのそのボクシングできてないわけです今のところですね。そうですね、逆にその、はい、から右角から行っても山口がですね、はい、逆にその攻撃面でプレッシャーかけていかなきゃいけないわけですよ。そうですね、逆にかけられちゃってますからね、まあ、まあ、その辺で苦戦してますね。有永もとにかく切り返しますまあ、そうですね、まともにですね、アリーナの右フックですね、このパンチ色くありましたですね、その人もまともすぎたんです、ガードも甘いし、はい、多少顎も上がってたですね、はい、それにしてもアリーナが元世界チャンピオンをなんとノックアウト勝ち、まあ、バンクルワセですよ、大バングルワセを演じました。仙台一宮の大チャンスを生かしましたアリーナが、この後が非常に楽しみです。2分31秒。さあ、元世界チャンピオンを倒しての大金星と言ってもいいでしょう。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、戦ってみてどんな感じだったんですか。あ、やっぱりリーチがなくてやっぱうまかったですね、はい、また大きな先の目標見えてきたと思うんですが聞かせてください。いや、もう毎日コツコツやるだけです頑張ってください。はい、ありがとうございました。